おはようございます。速稼塾の久保です。今日は一人一法人時代、そうですね、タイトルとしては新一国一城の主時代が来るということでお話ししようかと思います。まあ、すでに来てるところもありますけども、これからですね、一人が一つの法人を持つという時代が来るんではないかなと思います。というのは、あらゆる人が自分のビジネスや自分の思想を持って発信していくという、そういうふうな、ね、時代になってくると思うんですよね。インターネットのインフラが整って、誰でもブログや YouTube を持って情報発信ができます。自分の考え方や自分らしく生きるということを前面に出していっていい時代が来たんですよね。どちらかというと、組織の中にいる方が人生というのは不自由ということになってきたのかなと思います。一時期は組織の中にいることによって、組織の力でね、支配したりとか戦っていくってことができたんですけども、お、待ってくださいましたか、ありがとうございますありがとうでもこれからですね、法人っていうものを、自分が別人格の法人っていうものを運営していって、その一人で二人格以上の、そういったマルチタスクをやっていくことが有利なのかなと思いますよね。まあ、平たく言っても、税制面でも法人っていうのはかなり優遇されていたりとか、国から提供される福利厚生というものが法人に対しては手厚いわけなんですよね。実例を申しますけども、私は個人的にかなりね、負債を抱えていたりとか、社会的信用がなくなった時代っていうのがありました。当然私個人の借り入れとかはできませんし、どこでもローンも組めなかったんですけども、法人を使うことによってクレジットカードが、法人カードが作れたりとかですね、その他法人を使うからによって、起きうる優遇措置というのが受けれたわけですよね。でその代わり、商売をするという登記をするわけですから、きちんと会計処理はしなければならないということもありました。まあ、でもそれを差し引いてもね、かなりメリットがあるんですよ。で最近の身近な例で言いますと、こういうことですよね。法人カードを作ると、まあ、なんかキャッシュバックが受けれるサービスがあるんですよね。でセルフバックっていうやつで私得意なんですけども、この度私法人カードを2つ作ってみたんですよ。法人カードを2つ作ってみると、合計5万1200円の法人のカードを作ることによるキャッシュバックが受けれて、本日ね、先日ですか、昨日確定しました。で他にもいろいろあります。法人が物をね、買うことによって、個人の私は何も所有物がないんだけども、法人には所有物がたくさんあるって状態ができるんですよね。で法人の所有物に対する維持費っていうのは法人の経費として換算されるんですよ。でも個人事業主とか個人には基本的に経費って概念がありませんので、ほとんどが家事費用というものになるのかなと思うんですね。家事費とか家事関連費ですか。要するにそれは個人が使うものであって経費ではないよっていう考え方ですね。まあ、ですんでね、私はね、サラリーマンの人でもアルバイトをしてる人でも、誰でも自分の会社を所有するっていう、そういうふうなね、一国一城っていう考え方を持つべきなのかなと思います。当然ですけども、この法人っていうものを持ったからといって、なんか奥屋が必要だったりね、建物が必要だったり、ビルが行ったりってことはありません。ご自身が今住まわれてるところを登記場所にすればいいだけなんで、まさにね、バーチャルな存在なんですよ。でも過去の一国一城の主っていうのは、自分が一戸建てを持ちましょうという、こういった発想ですよね。これは多分ね、国策なんだと思いますけども、一人の国民が、一つの世帯が家を持つってことを促進すると、何が起きるかというと、雇用がかなり拡大していったりとかね、物品の流通が起きたりとかで、人は簡単にその家から動かないということで信用が発生して、貸し付けとかローンというのが個人に対しても行われていたんではないかなと思います。でも実際今みたいな時代になってみると、法人を持つっていうのはバーチャルで持てますしね、書面上だけで、住所っていうのははっきり言ってどこでもいいんですよ。これ確かめてないんですけども、多分近所の公園とかでも法人って登記できるんじゃないかなと思いますよね。まあ、分かりませんけど、できないかもしれませんけども、いや私がね、ホームレスを2年間やった経験を持ってすれば、なんかそれもできるんじゃないかなと思っちゃいますよね。まあ、どちらにしても、これからね、ビジネスを考えていく人は法人でやるのがいいのか、それとも個人事業主でやるのかって考えると思いますけども、法人がもうかなりいいですよ。法人のメリットがたくさんあるんで、上場企業なんていうのは法人になるわけですよ。で、少し利益が出てくると法人するわけですし、利益が出てなくても法人の方がいいですよね。利益の出てない法人っていうのは結構売れたりするんですよね。その法人っていうものが、法人格っていうものが売買の対象になるっていうのは皆さんもうご存知だと思うんですけども、赤字を作った会社だって売れるわけなんですよね。それはね、便利な使い方があるわけなんですよ。まあ、ということでね、今日は法人を作るっていうことが時代として求められてるんじゃないかなと。一国一城の主、新一国一城の主ですか。こういった発想をまず第一発目としてお送りしました。で、細かいメリットっていうのはこれからもね、お伝えしていこうと思いますので、
あの私の動画を見てる人ってやっぱりお金を稼いでいきたいとかビジネスをしたいと思ってるはずなんで、ぜひね法人を作ることを考えてみてください。非常に簡単です。大体ね25万円ぐらいでネットで検索すると代行してくれる人がいますんで、代行手数料がね数万円とか、安いところでは9800円とかあります。で私の場合は足場をしっかりと整えたいんで、その法人ってものをね生業としてやってくださる、直接お会いできる社労士さんとかにお願いして、その社労士さんを通じた税理士さんとか弁護士さんとかね会計士さんと一緒に私の法人を固めています。まあ、そういった事業との関わりが生じるっていうのも法人をやるメリットなのかなと思います。当然経費がかかります。でもビジネスをやろうとしている人が法人の維持費が心配になるってことは、もうこれねビジネスやらない方がいいと思いますよ。年間で100万円も利益出せないようなそんな商売はもう商売ではないんで、そういうのは本当趣味の範疇とかね、なんていうんですかね、まあ、法人を作るまででも当然ないですし、腹がくくれてるんだったら年間で500万とか1000万っていうのをね楽勝で稼げますんで、まともに商売やってればアルバイトしたって稼げるわけですから、そういうのはアルバイトでも年間で100万円とか稼げるわけですから、っていうことは法人の維持費はアルバイトしてでも払えるってことなんですよ。私もね過去にガードマンをやりながら法人をやっていた時代もありますんで、ガードマンがね決してね悪いわけではないんですけども、ガードマンのニットっていうのは当時私がやってたところで6300円だったんですよ。でそれでも払えますから法人の維持費っていうのは、っていうことは法人をやらないよりはやった方がいいんじゃないかなというふうに考えましたけども、皆さんどう感じでしょうか。特にですね、女性の方で自分の興味があることとか趣味からそれを仕事にしちゃったとかね、月謝をもらってますっていう方はもう法人にした方が絶対いいと思いますね。そういった個別相談もこれから受けていこうかと思います。それでは失礼します。